その秒数を勝手に計測。打ち合わせ部屋で取材を終えてからエレベーターに乗り、ドアが閉まるまでのおよそ3分間、最も長い時間胸を見続けた芸能界一ピュアな人は果たして誰なのか。それではご覧ください。ノミネートナンバー1、田山涼成。怖い、いるよなこれ。巨乳美女発見。巨乳美女の存在に驚きを隠せない田山さん。違います、これピュアよ。スタッフに巨乳美女の存在をこっそり教える田山さん。汗が吹き出すも記録は4秒60。ノミネートナンバー2、品川庄司、庄司智春。巨乳美女発見。携帯を見るふりして巨乳をチラ見する庄司さん。いや見るってそれは見たいでしょ。うまく携帯を利用して巨乳をチラ見する技を見せた庄司さん、記録を更新させ8秒73。ノミネートナンバー3、アンジャッシュ小島和也。巨乳美女発見。あたりを見回すふりをしてしっかりと胸をチラ見。と言わんばかりに目を見開き胸を見つめる小島さん、記録は4秒83。ノミネートナンバー4、山下真司。巨乳美女発見。サングラス越しでもしっかりと胸を捉える山下さん、記録更新なるか。巨乳美女に興奮したのか、男性スタッフの胸を揉むという異常行動を取るも、記録を更新、10秒50。ここまで4人が競技を終え、山下さんが堂々のトップ。ノミネート
ナンバー5、西岡徳馬。大丈夫、ちょっと一度学園に戻ります。巨乳美女発見。巨乳美女の存在に思わず二度見する西岡さん。ゴルフのイメージトレーニングと見せかけて巨乳美女の胸に目をやる大人技。そっからさ、頼みますよ。こっから、こっからの。ゴルフのスイングと見せかけ胸を見るという高度なテクニックを披露した西岡さん。しかし記録は振るわず6秒10。ノミネートナンバー6、山田慎太郎。巨乳美女発見。巨乳美女に早くも釘付け。すごい。慎太郎攻めるね。巨乳美女を見つけるとたびたびチラ見を繰り返した慎太郎さん。それが功を奏し、ここまでのトップとなる13秒26。その後数々の男性が挑戦するもなかなか記録は破られません。このまま慎太郎さんを超えられるピュアな人は現れないのか。残る挑戦者はこちらの2人。ノミネートナンバー16、空手家矢部太郎。太郎は見るでしょう。太郎見るよ。全開されてる。巨乳美女発見。股間を触りながらしっかりと胸を二度見するとってもピュアな矢部さん。まずいってこれ。なんで股間触って変化出ちゃうって。煩悩、煩悩と戦ってる。煩悩と戦ってる。やばいわ、これ矢部かわいそうや。これ辛かったな。連行されました。これの胸を見たい欲求に駆られる矢部さん。最後はエレベーター内から胸を見続け、見事慎太郎さんの記録を更新。記録は14秒90。ピュア部門最後の挑戦者はこの方。ノミネートナンバー17、恵比寿義和。楽しみ。すでに巨乳美女発見。結構距離あんのにな。思わず笑みがこぼれる恵比寿さん。果たして記録更新なるか。矢部さんの記録を更新。ずっと見てるやん。うわー。
中野シングル。巨乳美女の胸を見続けた時間は圧巻の33秒56。矢部さんの記録を倍以上上回り、いつまでもピュアな一面を持った蛭子さんが堂々の1位に輝きました。